お前が吸収だと？おい、それどういうことだ？どのような色になるか楽しみにしているぞ。カカカカカカカ。ちょ、あの笑い方どうにかした方がいいと思うよ。これまでのあらすじ。オーブを求め旅を続けるアイノたちは、妖艶なる美女の壁画で賑わうプチャラオ村でメルという迷子の少女と出会う。メルの両親を見つけるために訪れた遺跡の中で、アイノは巨大な壁画を目にする。遺跡には壁画を見るため大勢の観光客がやってきたが、そこに彼女の両親の姿はなかった。一行はメルに報告すべく遺跡を後にした。しかし村の中にメルの姿は見当たらず、アイナはボンサックという男の勧めで彼の妻が営む宿屋に泊まることになった。宿屋でも有力な情報を得られなかった一行は再びいなくなったメルの捜索を始めた。はい、プチャラオ村。一瞬桜が咲いとんかと思った。てか、じゃあ今回また何、遺跡の方に戻っていかんといかんってことか。ちなみに、あの宿屋の奥さんが言おったブブーカさんやったっけ、あの人もなんか昨晩から姿が見えなくなったって言ったけど、しかも遺跡のあの壁画にご就寝だとか。ってことはその人もこっちに行ったってことかな。お、なんだなん、え、おるやん、え、おるやん、なに、え、怖いんやけど、なに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 、確実にこれめっちゃ導きよるわ。導かれし者やわ、私。え、ここじゃなかった今。あ、びっくりした。飛び降りたかと思った。こっちか。あー、びっくりするわ。あれ、道中の方々はもう遺跡にたどり着くか、そりゃ。あとちょっとあとちょっと、あとちょっともあとちょっとやないかっていう、ちょっと、日本語がうまくないけど。お、もうなんか人が、あんなだけおった人が、誰もいないけど？え、なに？全員殺され？殺され？違う？絶対あの子になんか導かれていったんやってみんな。なにあれ、乗っ取られとるってこと？操られてます？はい。何か変化は何か変化はないですか？でもとりあえず壁画に変化はなさげなか、おぉ、びっくりした。あら、誰もいないじゃない。さっきメルちゃんこっちの方に歩いてこなかった？確かに変だな。あの迷子はどこに行ったんだ？もともとおかしかったとかじゃないよね。もともとは普通やったよね、多分。ねえ、ちょっとあれ見て。ん？壁画の絵、前に見た時と少し違いませんか？え、なんか人がいっぱい増えとる、増えとる。え、絶対これ取り込まれとるやん。確実にこれ取り込まれた感じやろ。なあ、変なこと言うようだが、ここに書かれてる奴ら、なんとなく昨日の連中に似てないか？ほら、俺らと揉めたブブーカって野郎だよ。確か昨日から宿に戻ってないって、宿の女将が言ってたよな。あれブブーカさん？あ、マジか。あれがブブーカなのか。なるほど。3人以上おったことない。あ、あー、左側におるわ。あ、左側の方がちょっと印象的やった。荒くれ者のやつ。なんだか嫌な予感がするわ。早くこっから出ましょう。おう。気づいてしまったか。な、こういう時に必ずあの剥がれのさ、勘のいいガキは嫌いだよが、頭に。いかん、様子がおかしいぞ。いやー、取り込まれるー。助けてー。あー、開くじゃない。閉ざされたー。く、ダメ、開かないわ。見て、壁画。お？あんなに綺麗で上品そうな人なのに。な、キャーキャーかっこ棒。何？異世界に飛ばされた？あれか、なんか表から見たら絵の中に取り込まれたって感じに見えるけど、実際はなんかこう別の場所に飛ばされとる。なんだこの奇妙な場所は。夢の中ってわけでもないよな。ってことはあの人たちもこの中で多分生きとる。ね、なんかめっちゃ柱動きよるよ。ほんと、おかしな感じがしますね。まるで絵の中に入ってしまったよ。絵の中こんなんやったっけ？おいおい、マジか。
きっとマジだよ。ねえ、もしかしてメルちゃんもこの場所に連れてこられてるんじゃないかしら。どうやって？ここに来たってこと？遺跡に。どの道いつまでもここにいても仕方ないし、探してみましょう、アイナちゃん。行きましょう。なんかもう早速、壁画世界。早速なんかおるやん。え？なんか浮いとんやけど。浮いとんやけどなんか。ちょ、君ら邪魔だから。君ら邪魔。あ、なんか扉いっぱいある？ 2 箇所ある扉。あれはどうやって行くの？え、なに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 あれ？え、あれもなんかリビングデッド的なやつですか？なんか歩きよんやけど、あっこ。え、キモーい。こいつらってこと？でも歩き方的にはこんな感じないけど、もっとなんかスマートというか人間っぽくない？あ、なんか、うわ、あがめてる。あがめてる。あそこにいるのは例のブブーカってやつじゃないか？おい、あんた、そんなところで何してんだ？しかも操られ。皆さんここに集まって何よ？それにこの女性の絵、遺跡の壁画にも描かれていましたが、どなたなのでしょう？ん？何何？どこの誰だか知らないけど、ちょっと自己主張激しすぎじゃない？そういうこと？かかか、この美しさがわからんとは、子供とはいえ愚かよの。お？かか、どこを見ておる。こちらじゃ、愚か者どもよ。この絵ってこと。おい、みんな見ろ。全然上品じゃなかった。絵が、動きました。やだ、超昭和老年。ひ、ふ、み、ふん、7色か。かかか、汚い色ばかりで、秋、空いていたところだ。歓迎するぞ。ようこそ、我が世界へ。色？特にお前。お前は他のものとは違うな。かか、なかなか良い色になりそうだ。先立って、わらわに魅了された者ども同様、残らず吸収し、わらわの美を支える一部としてくれよう。人を色に変えよるってこと？お前が吸収だと？おい、それはどういうことだ？どのような色になるか楽しみにしているぞ。かかか、かっかっか。ちょ、笑い方どうにかした方がいいと思うよ。せっかく綺麗な顔しとるのにもったいない。これは何？何色になるかがわからんの。本人にも。ああ、いけません。皆さん待ってください。うわ、もう超ダラーンってなっとるやん。危険な匂いがプンプンするわ。早くメルちゃんを見つけて、こっから出た方が良さそうね。あの人たちは見殺しですか？ってかさ、じゃあ多分メルちゃんの父親と母親もここにおるってことやない？ここにおるっていうか、もうすでに取り込まれた？ここからさらに取り込まれたらもう何、おしまい？おしまいなの？なんか倒れとんやけど、これ。これはなんか、モンスターやったりとかせん？元に戻したりとかもできんのか。戻せろよ。地図開いた。なんかめっちゃ茨の道なんやけど。この先を暗示しているかのような。茨の道。めっちゃいろんなもんなぎ倒されとるやん。しかもすげえなんか普通に歩きよるし。何あいつ。宝箱でかくね？でかくね？なんか自分入れそう。これは普通に開くん？鍵がいるとか？なんと宝箱はギガ人食い箱だ。ギガ人食い箱って何？何それ、初めて聞いたんだけど。何それ、もう。見たまんまモンスターやん。やば。なんだよ。それでちょっとね、茨も、燃やし尽くしてくれていいよ。ありがとう、せいにゃ。ベロニカ！ベロニカが！いいね、セクシービーム。あれやん、ヤクキちゃん的なやつね。ザオラルー。みんな頑張って。ひと言。マルティナがミス。さすが。どうしたん、ちょっと追いだけ垂れ流すやん。てか強くね。でも一応いけたー。よかった。よかった。だいぶ強かったね。ローレベル33。
ドルクマの呪文を覚えた。イエーイ。なんか、あ、うん、ちっさ。ちっさ、もっと体の中蓄えときや宝物。アイナは妖精の首飾りを見つけた。くっそ、なんだそれ。あの体いっぱいに宝物が詰まってんじゃないのか。せこいわ。こっちに行けばいいんかな。なにこれ、びっくりした、上がれんのかと思った。一段一段高すぎやろ。え、待って、あれ何？腕4本もある。じゃあ見つからんように行こう。どこに行けばいいのこれ。あっち側か。ちょ、待って待って待って。え、こっちか。はい、上がります。よかった、行けんのかと思った、一瞬。焦る、おったやん。あっこに。はい。めっちゃ高いな。一段一段、主人公の身長よりあるやん。何センチかわからんけどさ。大丈夫か、みんな。え、ここ登っていく感じ？そこの下からかいくくっていく？ね、このさ、ブブーカっていう人の顔めっちゃ知り合いに似とんやけど。知り合いのおじさんにめっちゃ似とんやけど。これは、一体何よ？何でしょう？とても嫌な感じがします。そりゃあな、嫌な感じしかしないよ、ここに来てから。マジでそれ動くん？あ、食われる食われる。こっち？え、違う、手前のやつだやろ、まず。なんなのこいつ。いやー、異次元に吸い込まれそうな予感。あー、吸い込まれてく。この方たちはもう養分になるということでよろしいの？あれ、女の人は？女の人吸い込まれてないことない？吸い込まれた？ちょ、カメラの向こうのあなた。え、3人しか吸い込まれてないことない？え、どういうこと？ち、気をつけろ、こっちにも来るぞ。なあ、もしやこやつらの餌とするためにあの者たちはわしらをこの世界に引きずり込んだというのか。どういうこと？ああ、食われるよ、マルティナ。く、アイナ、やめてよやめてよ。お、お、なに、おとなしくなった。なになに、そんな力があるのにあいつらは見殺し。おい、アイナ、あっちだ。え、大丈夫なの？もうなんかあれよ、多分遺産とかで溶けとるよ、あの人たち。遺産なんかな、いいなんかな、生き物やけんとりあえずいいでいいんかな。ちょっとよくわからんけど。え、食われたよ、おはようせんかった。多分さ、ねえ、いろんな液体で多分溶かされると思うんやけど、なんか落ちとった今。なになに、石？なんか石碑的な感じかな、文字が。何かしら、これ。ここだけ壊されてるみたいだけど。ん？どうやらこの壁画を発見した人が残したもののようですわ。ふんふん。私が偶然にも村のそばで発見した、数百年前に滅亡した古代プワチャット王国の不思議な壁画。これで人も集まり、村も栄えるはずだった。しかしそれは大きな過ちだった。壁画は邪悪に呪われていたのだ。壁画は人間の命を自らの糧とするため、人々の欲望を不思議な力で叶え、惑わし、その御利益にあやかろうとするものを吸収する。あ、じゃあとりあえず、一個は叶えてもらえるってことかな。っていう、楽観的な。でも、あれか、一個叶えてもらった時点で満足して、そこにもう二度と近寄らんかったら大丈夫。なんやね、きっと。また、欲深くない者の前には少女の姿で現れ、人の善意につけ入って欺き、壁画の中に引きずり込む。え、じゃあメルちゃんもともとおらんってこと？まさかの、じゃあメルちゃん、迷子のメルちゃんもおらなければ、メルちゃんの行方不明になったお父さんお母さんもおらんってことなんや。へぇー。少女の姿、それってメルちゃんのこと？つまり、俺らはまんまと罠にはめられたってことか。アユナ、行きましょう。早くこっから出なきゃ。そっか、ってことはもう脱出するのみということだ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。